そうそう。小学校3年生の時に初めてビッグスワンのピッチの上でトップのお姉さんの方々とジョイントパフォーマンスをさせていただいたんですが、その時にすごいトップのお姉さんの魅力を感じて、絶対いつか私もあのチームに入りたいと思ったのがきっかけです。家族、友達、後輩、先輩から今まで大切な日にもらったお守りを必ず持っていきます。いつも持っているものを持ってきました。これです。このお守りは本番や練習には必ず持っていくようにしています。夢、憧れ、目標です。チアリーダーは終わりのない世界という言葉が私の心の中に残っています。チアリーダー精神を追求し、理想の女性像に少しでも近づけるよう日々自分自身に磨きをかけていきます。そしてたくさんの人とのつながりを大切に、これからも活動していきます。ダンスの舞台の鑑賞やビデオの鑑賞をし、パフォーマンス面での刺激を求め、さらに向上心を燃やすこと、そして先輩からいただいたメッセージを読み、チアリーダーとして女性としてあるべき姿を考え直し、初心に帰ることでモチベーションを上げています。カエルのグッズを集めることです。いつもこれを持ち歩いています。このカエルは、お友達がくれたカエルで、とても可愛いのでいつも持ち歩いています。今期1年ルーキーとして活動させていただきます。会場に足を運んでくださる方々一人一人と目を合わせ、心を込めたパフォーマンスをお届けします。そして見ている方々が自然と笑顔になるようなパワフルなチアリーダーを目指します。新潟を、アルビレックスを皆様と一緒に盛り上げられるよう元気、パワーを発信しますので、どうぞよろしくお願いいたします。頑張ります。ずっとチアダンスをやってたんですけど、やっぱり高校の部活に入ることによって、体の使い方が隅から隅まで使うこととか、表現すること、創作ダンスをやってたので表現することを中心にやっていたので、表現力とはやっぱりすごいついたなと思います。新潟のおすすめスポットは安らぎ亭です。小さい頃からよく外で遊んでいたのですが、緑が多く自然が豊かで、ランニングやウォーキングをしている方々とすれ違った時に挨拶をする空気がとても好きです。でもメンバーの絆とかはすごい固いチームだなというふうに感じます。支え合いがすごいあるチームだなと思っていて、こう助け合って一つのイベントをこなしていくっていう体制が素晴らしいなと思います。